裏ももと尻の境目がない、前ももの張りが解消しない、太ももに隙間がない方、回路足正しくできれば解消します。痩せた視聴者さんのコメント見ながらモチベーション保って最後まで頑張りましょう。1回で太もも細くなるのでメジャーを使ってビフォーアフター計測してみましょう。うつ伏せ寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。足の裏合わせてこんな感じでまず回路足作ります。で、かかとをお尻に近づけます。ぐーっと。で、この状態をキープしましょう。裏ももお尻使ってる感覚ありますか？で、見てほしいポイントは鼠径部、ここですね。股関節付け根と床の隙間です。手のひらがギリギリ入るかなぐらいが理想です。肩骨がすっぽり入ってしまう方は骨盤が歪んでる、もしくは股関節がかなり硬い可能性大です。あと、こうやって触ってね、裏ももお尻力入ってる感覚あれば OK です。これ1回で変化出ますので、ぜひね、楽しみにしててください。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 そしたら次はもう1回このカエル足の状態でかかとをお尻に近づける、下ろす、かかとをお尻に近づける、下ろす、これを繰り返していきましょう。ゆっくりです。裏ももお尻使う感覚、手でね、触って確認してあげると良いと思います。大体カエル足はね、こう、ひし形みたいに、ここがなってれば OK です。ゆっくり繰り返していきましょう。裏ももお尻使う感覚ありますか？で、呼吸はね、止めないようにしましょう。スピード勝負ではないので、しっかり裏ももお尻を意識しましょう。で、この次の種目から上向きになりますので、スマホ持って上向きになる準備しましょう。OK、 上向きになりましょう。スマホは手に持っておきましょう。まず右の股関節大きく外回しします。内から外に大きく回していきます。ご自身から見て反時計回りですね。これは早く回すことが目的ではないです。普段動かさない範囲まで動かすことが目的なので、なるべく大きく、ゆっくりでいいので大きく回しましょう。股関節ゴリゴリになるよって方はならない範囲で回してもいいですし、痛みがなければね、気にせず大きく回していいです。ただ痛みがある方は痛みない範囲でね、ゆっくり小さく回しましょう。スピード勝負じゃないですからね。呼吸止めないように大きく反時計回りに回していきましょう。 OK、 逆いきましょう。左足内から外に大きく回していきましょう。こんな感じです。こっちはご自身から見て時計回りですね。こっちもね、ゴリゴリ鳴る方、痛みなければ大きく回していいです。痛みある方はゆっくり小さく、痛みない範囲で回しましょう。最初に行ったうつ伏せのカエル足なんですけど、ちょっとね、難しいとか初めてやった種目なので、分からなかった方もいると思うので、疑問であればね、コメントいただければ返信しますので、お気軽にコメントで質問してください。で、股関節ね、ゴリゴリ鳴るのがどうしても気になるよって方は、この概要欄のね、一番下に股関節ポキポキ鳴る方向けの動画貼ってますので、ぜひそちら試してみてください。OK です。そしたら次はですね、カエル足こんな感じで作ります。足の裏合わせます。このまま足を持ち上げます。で、しっかり膝をつける、限界まで開ききる、しっかり膝をつける、カエル足の膝パカです。ポイントは普段動かさない範囲までしっかり開ききって、内もも使って閉じ切る、これ繰り返していきましょう。腰が痛いよって方は手をね、お尻の下こうやって入れてあげるとだいぶ腰の負担が減ります。全然余裕だよって方は、お尻がね、床から浮くぐらい、これぐらい高く足上げてやると、内ももにも下っ腹にも効きます。スピード勝負じゃないですよ。しっかり内もも下っ腹意識して、きつい人はね、各種目最後の10秒、サボってももちろん OK です。よし、OK。したらちょっと休憩ストレッチです。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開きましょう。で、つま先、内、外、ひねっていきます。こんな感じです。で、つま先だけ動かすというよりは、付け根からね、動かすイメージ。ただあくまで休憩ストレッチなんで、そんなに無理にギューッと動かす必要はないです。呼吸止めないようにしましょう。頑張って。付け根から動いてる感覚、ちゃんとありますか？しっかりね、この股関節、付け根、動かしましょう。呼吸は止めないようにしましょう。頑張って。よし、オッケー。そしたら次は、足の裏合わせて、もう一回カエル足作ります。で、この状態で、お尻を持ち上げます。ちょっとこれ難しいと思います。お尻、使う感覚ありますか？カエル足のまま、お尻を持ち上げる。きつかったらね、こうやって、肘使って、ズルしても OK です。目的は、お尻の筋肉使って、お尻を持ち上げること。
お尻触ってね、あ、硬くなってるなって感覚があれば OK です。もしどうしてもきつければ足こうやってね閉じて普通にやってもいいです。お尻を使うことが目的です。でね、スピード勝負じゃないですよ。ゆっくりでいいからしっかりお尻意識しながら行いましょう。呼吸を止めないようにして、腰痛い人はね絶対無理しないでください。ラスト1回上げ切る。よし、 OK。 そしたら次はですね、腰ひねります。左足を右こっちに持ってきましょう。膝を床につけて左肩も床に近づけます。左のお尻、腰、背中、この辺がね伸びる感覚があればそれで OK です。どうでしょう、伸びますか。これはね休憩ストレッチなのでそんなにきつくギューッとねじる必要ないです。お尻、腰、背中、この辺がね、伸びる感覚があればそれで OK です。膝は床につけておいて左肩もねなるべく床にこう近づけてあげると伸びる感覚出てくるんじゃないかなと思います。呼吸は止めないようにして、腰が痛い方はね無理しないでください。 OK、 逆行きましょう。右足を左こっちに持ってきます。膝を床につけてこの右肩もなるべく床に近づける。こうすると、左の、ごめんなさい、右の腰、お尻、背中、この辺がね伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。で結構ねこうコメント欄で私ズボラだからっていう声たくさんいただくんですけど、あの YouTube ってデータで全部見れるんですけど、ここまでね頑張ってる皆さんすごいです。あの全員が全員ね動画最後までやるわけじゃないんで、もう半分ぐらいまでやってる、このコーナーやってる時点でねもう全然ズボラじゃない、すごい頑張ってる方なんでね、このまま一緒に頑張りましょう。呼吸はね止めないようにしましょう。でところどころねこう視聴者さんの痩せたよってコメントが上がってると思うので、それ見ながらねモチベーション保ちながら最後まで一緒に頑張りましょう。 OK、元に戻りします。そしたら次はみんな大好きな自転車漕ぎいきますよ。なるべく高い位置で大きく円を描きましょう。スピードよりも普段動かさない範囲、なるべく高い位置で円を描く。下っ腹使う感覚ありますか。足痩せとお腹痩せ同時にやってます。頑張ってなるべく高い位置で大きく円を描いて、低い位置でやるとね腰に負担かかりますので、なるべく高い位置でやるといいと思います。ただそれでも腰痛い方は空いてる手をお尻の下入れてあげましょう。頑張って頑張って大きく円を描く。きついな、頑張って。きつかったらね最後の10秒サボってもいいですからね。頑張れ頑張れ頑張れ、あと少し。 OK、 よく頑張った、素晴らしい。そしたら一回この両膝を上げた状態作って、右足からですねしっかり伸ばしきる、下ろす、伸ばしきる、下ろす。右膝、この膝裏の肉を撃退してます。ポイントはしっかり伸ばしきること。スピード勝負じゃないですよ。しっかり伸ばしきる、戻す、伸ばしきる、戻す。前ももの筋肉使ってます。ただねこの膝上特に使いたいのでここ意識しましょう。呼吸は止めないようにしましょう。どうでしょう、皆さんついてきてますか。各種目の秒数とか種目と種目の間とか、種目とその次の種目、きつい種目がね2連続にならないようにとかいろいろ考えながらやってるんですけど、どうでしょう。もしねやりやすいやりづらいあればコメントでご意見いただければと思います。 OK です。次左いきます。しっかり膝伸ばしきる、下ろす、しっかり伸ばしきる、下ろす。目的は伸ばしきって膝上の肉撃退すること。前もも使っていいですからね。特に使いたいのは膝上です。ここ頑張ってついてきてますか。で結構ね気温が上がってきてるのでエアコンねつけてやっても全然問題ないです。冬場は逆にね暖房つけてやってもいいです。僕はねどうしてもエアコンつけるとゴーって音がマイクに入っちゃうのでエアコンつけずにやってますが、皆さんはねエアコンつけてやりやすい温度にしてぜひ実践してみてください。 OK、そうですね、次は、膝90度ぐらいに曲げて膝同士つけたままこのままお尻をギュッと持ち上げる、下ろす、お尻持ち上げる、下ろす。内ももお尻同時に使ってます。頑張って膝同士つけておくことで内ももきますからね。スピード勝負じゃないですよ。裏ももお尻こうやって触って力入ってる感覚があれば OK。 スピード勝負じゃないですからね。しっかり膝同士つけたままグッとお尻持ち上げる。呼吸を止めないで頑張って。きつい、あと少し。で次の種目から右向きになりますからね。頑張ってお尻裏もも意識して膝同士つけて、きつかったらサボっても OK。 よし OK、 スマホ持って右向きになりましょう。でスマホは顔の前こんな感じで置いておきましょう。でちょっとこうやって膝曲げておきましょう。この状態で膝同士離す、戻す、膝同士また離す、戻す。これ繰り返していきましょう。お尻の横、ここをね
意識して使いましょう。頑張って。どうでしょう、お尻の横、ここ使う感覚ありますか？頑張って。お尻の横、ここをね、触って硬くなってれば OK です。NG パターンは上半身が動いて、こうやって動いちゃうと全然お尻効かないです。上半身は固定しといて、膝だけ離すイメージ。こんな感じです。ラスト一回一緒に頑張りましょう。よし、OK。そしたら下のこの右足、ちょっと前に出しておきましょう。で、左足、真上に高く上げる。下ろす。真上に高く上げる。下ろす。お尻、ここですね。お尻の横使ってる感覚があれば OK です。前もも外もも多少力入ってもいいです。お尻の横がメインです。ただどうしても前もも外もばっかり使っちゃう人は、ちょっと膝曲げてあげましょう。こうすると、お尻の横かなり効きやすいはずです。ふぅ、スピード勝負じゃないですよ。お尻の横ね、しっかり意識して行いましょう。ふぅ、頑張って。呼吸を止められて。ふぅ。きつかったらサボってもいいですからね。ラスト一回しっかり上げ切る。よし、OK。そしたら次、左手で左の足首掴みましょう。左の前もものストレッチです。下の足はね、こうやって前に出てる方が左の前もも伸びやすいです。左の前もも伸びてればそれで OK です。いまいち伸びない方は、もうちょっとつま先の方を持って、つま先をお尻の方に近づけたりとか、もしくは足をね、もうちょっと後ろに引くと思いいと思います。ただ、腰がこう反っちゃうと腰痛くなっちゃうので、腰をわざと丸めたまま、足を後ろに下げる。そうするとね、前もも伸びてくると思います。って、今難しい説明いろいろしたんですけど、結論前もも伸びてればそれで正解です。そこまでね、細かく気にしなくていいです。よし、OK。そしたら、新種目いきます。ですね、こうやって膝曲げて、この状態で、さっきみたいに、膝同士離す。この状態作るんですけど、手をですね、床についていいので、ちょっとお尻をこうやって持ち上げる。この状態でキープです。めちゃめちゃきついです。お尻の横、左右両方のね、お尻に効きます。見えますか？僕はね、肘ついてます。右肘ついて、右のお尻を床から持ち上げてます。めちゃくちゃきつい。これ横向きのカエル足です。頑張って頑張って。きつかったらね、サボってもいいですよ。で、この次の種目から逆向きになりますよ。スマホ持って逆向きになりますからね。よし、OK、よく頑張った。逆向きになりましょう。よし、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝、こんな感じで曲げて、で、膝同士離す、戻す。膝同士離す、戻す。これ繰り返しましょう。お尻の横、使ってる感覚ありますか？スピード勝負じゃないですよ。お尻の横を意識して、膝同士離す。NG パターンは、上半身がこうやって動いちゃうこと、全くお尻に効かなくなります。上半身は固定しておく。膝だけ離すってイメージです。お尻の横ね、使ってる感覚ないよって方は、こう触りながらね、意識して練習するしかないです。頑張って。ラスト一回一緒に頑張りましょう。よし、OK。そしたらこの下の左足、前に出して、この右足を真上に高く上げる。下ろす。真上に高く上げる。下ろす。お尻の横、ここ、使う感覚ありますか？頑張って。前もも外ももばっかり使っちゃう人は、多少ね、膝曲げてもいいです。メインはお尻の横です。結構きついと思うのでね、サボってもいいです。頑張って。きついだ。お尻の横意識して使って。頑張れ頑張れ。呼吸は止めないで。きつい。ラスト1回。あー、ショック、よく頑張った。そしたら左足前に出しておいて、右手で右の足首掴みましょう。右のね、前もものストレッチです。前もも伸びてれば OK です。いまいち伸びない人は足をちょっと後ろに引いてあげると伸びてくるんじゃないかなと思います。腰はね、反らないようにしましょう。で、皆さんから、食事制限した方がいいですかとか、おすすめのメニューどれですかとか、痩せないんですけどどうしたらいいですかとか、いろんな悩み相談いただきます。それすべてね、この概要欄に貼ってる、ズボラストレッチの教科書とサブチャンネルで解説してます。特にお金かからないので、無料なので、ぜひ概要欄から、時間ある時に見てみてください。それでもね、もしわかんないことあれば、コメントで追加で質問いただいて全然構いません。インスタ、ツイッターの DM もね、基本的にすべて返しますので、遠慮なく質問してください。OK です。そしたら難しいカエル足いきます。膝曲げてこの状態で膝同士離す。で、肘ついてお尻浮かせる。
左のお尻と右のお尻両方に効きます。膝はなるべく離しておく。腰肩痛い人無理しないでくださいね。ついでにね、脇腹も効いてきます。きついなこれ、きつい。下のお尻、上のお尻、脇腹すべて効いてきます。頑張って頑張って。肩腰痛い人無理しないでくださいね。肘はね、この肩の真下に肘つくといいと思います。頑張って頑張って。よし、OK、頑張った。そしたらスマホ持ってうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。で、膝同士こうやってつけたままお尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。これ繰り返していきましょう。頑張って。どうでしょう、お尻の穴ギュッと締まってる感覚ありますか？スピード勝負じゃないですよ。お尻の穴ギュッと締める、緩める。で、しっかりお尻の穴締め切ると内もももね、力入ってる感覚があるんじゃないかなと思います。スピード勝負じゃないですからね。しっかりお尻の穴ギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。締める、緩める。ラスト1回いきましょう。ギュッと締める、緩める。 OK。 そしたら次はですね、両手を耳の横につきます。で、上半身ぐーっと起こします。腹筋のストレッチです。結構ね、腹筋使ったのでしっかり伸ばしましょう。腰が反って痛いよとか、もしくはきついよって人は肘ついてちょっと顎持ち上げる。これでも OK です。腹筋伸びてる感覚あればそれで正解です。腰が痛い人無理しないでくださいね。腰が痛い人はね、こうヘルニアとか、なんか骨に特に問題あるって場合じゃなければ、シンプルにね、腰の筋肉硬いだけですので、腰のストレッチをね、やってあげるといいと思います。一応腰のストレッチもね、僕再生リスト作ってますので、ぜひ見てみてください。 OK。 そしたら次、上半身ベチャーっと寝かせます。で、左足を右こっちに持っていきます。左のお腹の前面、ここストレッチしていきます。上半身はベチャーっと寝かせる。で、左のつま先をね、誰かに引っ張られてるイメージで斜め後ろにぐーっと持っていくと左のお腹の前面伸びてきます。上半身がこうやって浮いてると全く伸びません。上半身はベチャっとつけましょう。で、いまいち伸びない方いると思います。このストレッチ難しいのでね、つま先誰かに引っ張られてるイメージでいろんな角度で足伸ばしてみましょう。あ、この角度左のお腹伸びるなーって角度あると思います。ただ腰肩痛い人はね、絶対無理しないことと呼吸をね、止めないように意識し続けましょう。ふー、頑張って。よし、 OK。 逆いきましょう。上半身ベチャーっとつけて、右足を左こっちに持っていきます。右のお腹の前面ストレッチしていきます。上半身はベチャっと寝かして、つま先誰かに引っ張られてるイメージでぐーっと持っていきましょう。どうでしょう、右のお腹の前面伸びますか？伸びない方はいろんな角度で試してみてください。つま先を誰かに引っ張られてるイメージでやってみましょう。ただ腰痛い人無理しないでくださいね。一応ね、僕ツイッター、インスタとか毎日、 TikTok もか、毎日更新してるので、それもね、概要欄貼っておくので、ぜひフォローといただければと思います。 OK。 そしたら最初に行ったカエル足チェックを行います。足の裏合わせてこんな感じでカエル足作ります。で、この状態でかかとをお尻にギュッと近づけます。見てほしいのはこの鼠径部と床の隙間です。さっき肩骨がすっぽりとか手がね、すっぽり入った方、かなりこの隙間狭くなってるのがわかるんじゃないでしょうか。あとね、裏ももお尻使ってる感覚ない方、今は裏ももお尻触ると使ってる感覚あるんじゃないかなと思います。もう素晴らしいです。ここまで頑張った時点でね、全然ズボラじゃないです。自分自身に拍手した方がいいです。でね、早く足痩せしたいよとか物足りないよって方は概要欄におすすめのメニュー貼ってますので、ぜひそちらからね、ご覧いただければと思います。お疲れ様でした。10万人以上の方が登録しているズボラストレッチの無料の公式 LINE 登録するとプレゼントが多数あります。早く痩せたい、どの動画やったらいいかわからない、姿勢を良くしたい、食事どうしたらいいかわからない、そんな方は概要欄の固定コメントから LINE 友達追加してもらうと、悩みが解決されるコンテンツ多数無料でプレゼントします。